常に残念です、はい。まあ、いいシュートも何度もありましたし、それをね、まあ、向こうのキーパーに何度かスーパーセーブされたんで、そうですね、まあ、もちろんそれを言い訳にするつもりはないですけど、向こうのキーパーは叩いたいなというふうに思います。しっかりね、また感覚が空くんで、しっかり準備したいなと思います。